バランゲンは、ノルウェーのヌールラン県にある自治体、オホーテン地域に属する、行政の中心地はバランゲン村。1925年7月1日にエヴネスから分離し、1962年1月1日にはロディゲン,ンからエフォールデン地域を譲り受けた。オホートフィヨルドの南岸に位置するバランゲンは東に、なるべく南にティスフィヨルドと接し、 南東では短いながらも、スウェーデンと国境を接する。オフォートフィヨルドの南には長く狭いエフィヨルドが広がり、その間際まで山岳と森林が迫っている。経済基盤は近隣のナルビクに頼らざるを得なくなっている。2003年7月に撮影されたエフィヨルドの写真。右端に見える橋梁には、欧州ルート6号線が通っている。コノルド語では、 バランゲンのことをバギャングラと言った。はじめの部分の意味はわかっていないが、最後のアングアはフィオルドという意味。現在の紋章は1980年7月18日に国王の承認を得た。背景の緑は農業を、黄色で描かれたハンマーはこの地における銅鉄工などの工業を表している。バランゲン人で最初に歴史上に登場するのはロードブラングという人物で、 ヘームスクリングラ中に、ノルウェー王オーラブ一世の側近の一人として、記述がある。彼は千年頃に起きたスボルデルの戦いに参加し、戦死したと考えられている。彼は、京のバランゲン中心部の東にあるフィオルドの近く、サルトビックという地に住んでいた。17世紀に入るとこの地で工業が始まった。最盛期には36の鉱山が創業し、銅、ニッケル。 鉄鉱石、亜鉛、マンガン鉛、鉛、鉱鉄鉱などを産出したが、ニッケルと観覧石の採掘は2002年に終了した。このほかドルマイトの採石場もあるほか、農業でもお方店地域最大の規模を誇る。エフィオルドでは、入り江の間際に、わずかな草地と、雄大な岩肌が覗き、ノルウェー北部の継承地の一つとなっている。オベリスクのような形をした。 小屋を灰色の山々もそびえ、水面下の砂が見えるほど澄んだフィヨルドの水と、コントラストを醸し出している。クライマーやハイカーが、自身の岩山でのスキルを試すためよく登る。スウェーデンとの国境地帯にはノルウェーで14番目に、大きなシーダッシュやウリコがある。ありがとうございます。